トールチューブ。
てもいいけど、私は肺を患ってるので苦しいのよ。だからあんまりしないけど。違う、それで本気のがいいんやったらいいけどな。まあいいんだ。人が手に。スーパーの回るときはすぐで。人が手に出しても、しゃあない。もちろんそう。そういう意味で言ったけど。あんまだからビニールは近づかないようにしてるし、まあ近づかなくても空中に。あんなってカーペーカーって言うてはるから、待ってるのやろうけど、直接こうかけられることはないから。大丈夫？しっかり絞ってね、割り込んで水っぽくなってしまうからな。
やらへんの。どこに絞ったらいい。そこに水垂れたけとか捨てなあかん。全部握ってもいいけど、こうやっといたら落とした時にな、拾えなくなるやん。流しやったらもうな、生で食べるもんやから。拾ったら食べる。いい、そうしてるだから、こうやって。で落ちた分は、例えばこうボロボロと落ちたとするやん、絞ってな。そういう時はまた拾っていけるやん、ここやから。いや、そうじゃなくて、中の、そこの落ちてる水を捨てへんから、せっかくは。意味がどうも分かってないみたいな。ペンにとかできへんかな、私は。うん、落ちたってかもしれないけど、分けた中に意味が入ってきて、なんで絞った分だけ入れちゃって、拾ってまた絞って入れたい。また食べへんっていうかもしれないからな。みんな絞れへん、絞り方が、あ、絞り方が甘いってことだと思う。赤ちゃんと絞らないとしても、だからスカスカにしたら栄養も全部出ちゃうので、ここら辺の鍵を入れた。入れたね。
冷蔵庫入れてねえか、入れてねえか。